はい、おはようございます。あのね、もともと今日撮る予定だったんだけど、食べる食材を全然考えていなくてですね、まあ、寝起きに何食べようかなって考えた時に、お刺身がめちゃくちゃ食べたくて、コストコさんに車を走らせてきました。で、今日はね、一応ブリサク2本と、ノルウェーサーモン、それとマグロのたたきとハワイアン醤油ポキ、ポキの味付けしてあるマグロなんだけど、それとイクラね、これ買ってきたんで、ちょっと丼にしようかと思ったんだけど、僕どっちかっていうと酢飯よりも白飯の方が好きなんで、これでちょっと刺身定食を作っていこうと思います。そしたらもうね、早速お刺身の方を切ってって、さらっと盛り付けて食べていきたいと思います。今お刺身の方は切り終わりましたんで、このね、3つのやつを盛り付けていきたいと思います。はい、ってことで今こんな感じに仕上がりました。一応ね、ちょっとイクラがね、乗せちゃうとこぼれそうだったんで、まあ、これはね、別にスプーンで食べていきたいと思っております。あとはご飯をよそってね、向こうで食べていきたいと思います。はい、ってことで今こんな感じで完成しました。すごくない？めっちゃうまそう。まあ生ものだからね、時間経って乾いちゃうともったいないんで、早速食べていきたいと思います。いただきます。とりあえずお醤油と、じゃあまずはやっぱサーモンから食べちゃおうかな。サーモンこんな感じ、サーモンがこんな感じ、うまそう。わさびと、うわ、うま。サーモン久々だけどうま。まあ本当はね、多分もうちょっと薄めの方がいいのかなって気はするけど、極厚で十分美味しいですよ。まあ正直ね、あのお魚屋さんとかじゃなくてコストコだから、ちょっと生臭さは否めないけど、これも含めて大好きですね。ナイス。うまっ。ポッキーも、ポキはね、こんな感じ。お、うまっ。確かに醤油ベースだけど、なんだろう、ごま油とか入ってるのかな、ポキだから。うまっ。続いてブリです。ブリさんよ、ブリさん、はい、ブリさん、ブルブリ、わさびとお醤油と、うまっ。あ、ブリは全然生臭さがない。いや、普通のお刺身よりも分厚く切ってるからね、あのコリッコリって食感がね、たまんないね。高い海鮮類とかお刺身とかも好きなんですけど、こういったね、ちょっと安めの臭い方が好きだったりもする。
次にこれイクラちゃん、うわすげえおお、ちょっとね贅沢にこれだけで食べよう。やばやば、見てこれ、はあ、これはやばい。うわ痛風待ったなしみたいな味してるものすごく美味しい。ネギトロも食べようかな。じゃあこれはお米、うんうん、ポキーもこれスプーンでご飯と一緒の方がいいかな。ポキーと白いご飯、ほっ、うまっ、うん。で今日多分一応ね結構量あって、サーモン多分 1.5 キロでしょ、ブリで1キロか、多分マグロとポキも1キロぐらい合わせて 1.5 ぐらいなのかな、5キロないぐらい、食い切れるかな。喉渇いた。あ、そうだ、そろそろちょっといくら丼やんないと。はい、あこれやばい、これはやばい、はい、うん、うまっ。白いご飯とはこれ優勝ですね。うまっ、幸せ、うん、結構食べ進めてるつもりだけど全然減っていかない、うん、ネギトロ丼いいよ、うネギトロ丼こんな感じ。お醤油垂らそう、お醤油、おい、かけすぎた。うん、うまっ、ネギトロ丼うめえ、ちょっとイクラちゃんも一緒に、いや、ネギトロイクラ丼うまそう。ちょっとお醤油もかけてね、うまっ、うん、何これ、うまっ、今日ね好きなネタを好きなだけ買ってきたんですけど、全然量とか考えてなくて、さすがにね5キロ近い海産物はね無謀だったうん、ネギトロは乗っけちゃって、ポキも乗っけちゃう、これ最後のイクラ、これこれイクラも全部乗っけちゃう、これ見てこれやばくない？ちょっとネギトロ見えなくなっちゃった。すげえ。うまそう。よいしょ。これポキとイクラって合うかな？乗しちゃったけど。うん。ちょっとしょっぱい。合うけど、ちょっと味が濃いかな。結構ね、コストコさんのイクラ自体が、味がねしっかりついてるから、まあお醤油いらないかもな。うん、ネギトロの方にもお醤油かけなくて十分。うん、うん、もう開けちゃってもいいよね。
うん、ご飯の方は完食。もうだんだんね、汁物が欲しくなってきて、今日は正真正銘お味噌汁持ってきました。温まる。うん、ブリも、なんだろう、なんつうんだろう、すごい柔らかいタンぐらい食感つうかね、この噛み応えがあるからさ、顎が疲れてきたよ。うん、最後まとめて食べちゃう、6枚最後。うん、うん、ごちそうさまでした。いや、めちゃくちゃお腹いっぱい。刺身食いすぎた。今日ね、すごいの。見てこれ。全部お刺身でございます。もうお腹パンパンだよ。ああ。いや、でも幸せだったな。今回コストコに行って食べたいネタだけを買って、お好きなだけね、食べる。これ本当にね、幸せでした。まあたまにはね、満足いくまでお刺身を食べてみてもいいんではないでしょうか。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。